尾関達也は、栃木県佐野市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者。2003年シーズン途中から2004年までの登録名は、尾関達也。2020年からは埼玉西部ライオンズのコーチを務める。長女は、アイドルグループカントリーガールズに所属していた、尾関舞。実家は、佐野市内にある、佐野ラーメンの有名店、万里。 国学院栃木高校では AS 投資権主将権4番打者を務めた。なお、同学年の控え投手は渡辺俊介だった。慶応義塾大学への推薦入試を受けて不合格となり、1994年度プロ野球ドラフト会議にて西ブライオンズから2意指名を受けて投手として入団。入団後に打者へ転校。1996年10月4日の対、 近鉄バファーローズ25回戦の8回裏に、飛ましの政治への代打として一軍初出場を果たすが、同年中の出場はこの1試合のみだった。1997年も1試合の出場に止まる。1998年には104試合に出場し、同年のパシフィックリーグ最優秀新人に選出された。1999年に、 プロ入り初の規定打席到達を果たした。2002年には、自身最高の打率、314を記録。松井和夫との不動の1.2番コンビを形成し、リーグ最多の43ギラを記録。自身初のリーグ優勝を経験した。読売ジャイアンツとの日本シリーズ第2戦では、1回、表西万塁で、巨人、桑田雅美が2塁へ、牽制球をした際。 三塁走者だった大関はその隙をついて本塁を狙ったが返球が早くアウトとなった。この大きなチャンスを逃した西部は巨人打線に打ち込まれ西部打線は桑田に抑えられチームはストレートの4連敗で日本シリーズ優勝を逃した。2003年は打率3割は逃したが5三塁打とリーグ最多の3二ギダを記録した。2004年は 赤田翔吾や佐藤祐介が対等したこともあり、レギュラーとして出場できず、90試合の出場に終わった。ただしリーグ優勝を決めたプレーオフ第2ステージの第5戦では、10回表の先頭打者で決勝点の唇を切る二塁打を放った。2005年は選手会長に就任し、飛躍が期待されたが、開幕スタメンは前年対等した赤田翔吾や佐藤祐介に奪われる。 4月2日の試合中に佐藤が負傷し長期離脱となったものの自身はそのチャンスを活かせず47試合の出場に終わり打率198と低迷したシーズン終了後に大幅減俸を提示されたこともありメジャーリーグへの挑戦を申し出た結果西部球団は大関を功労者であるとして自由契約としたもとトレード要因であったという説はあったものの 尾関はその時点で29歳とまだ若く、また、野手層の薄いチーム状況であったため、監督の伊藤つとむが、若手と競わせるつもりだったと編成部への不信感を、あらわにするようなコメントをするなど、フロントと現場との意思疎通がうまくいっていないことを示唆する出来事であった。2006年2月8日、守備及び早球の良さを買われ、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約。 メジャー昇格を目指していたが、4月13日に、球団のマイナー選手の外国人枠が埋まっている、ことが判明。その後の交渉も不調で残留は困難と判明。2日後の4月15日、巨人の入団テストを受けて合格。2006年に、打者走者以外の類空ぎで打者の本類だが、取り消されるという NPB 史上初の陳次を演じている。 6月11日に行われたセパ交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦の3回表、西一塁で、ロッテ、渡辺俊介から李昌陽が打球を右翼側外野スタンドに直接叩き込んだが、プレー再開後に、ロッテ、今井俊明が一塁走者だった、小関の三塁空杉をアピール。これが三塁塁審の西本金人に受け入れられて、小関はアウトになった。すでに西だったため、 李の得点は認められず、従って本類だも取り消された。李には段打が記録された。この件に関して、後の2009年5月26日に放送された、斉藤和美潤氏の夜に出演した際に、本人は踏んでないわけない。踏まないなら変な感触がある。富士テレビにはベースを踏んだ映像が残っている。今でも許せない。 死ぬまで許せない、今はインターネットがあるのでいつまでも残ってしまう、清竹営利代表が、小関は踏んだということをアピールしてくれて嬉しかったと、語っている。この年の巨人は故障者が続出し、小関も入団後は、出場機会があったが、打率、258で、本類打例に終わり、救世主とはならなかった。なお、小関は、 西部時代にも1999年6月25日の福岡大英ホークス戦でも三塁を空過ごしてアウトになっている。2007年は若手選手が台頭したこともあり、二軍でも出場機会が得られないまま戦力外通告を受ける。同年の12球団合同トライアウトで日本塁打を打ち、横浜ベイスターズへの入団が決定。石井拓郎は、 正式な球団発表の前に、尾関からの、よろしくお願いしますという胸の電話があったことを、自身のブログで明かしている。石井は、尾関と同郷であり、自主トレを一緒に行うなど進行がある。2008年は開幕戦に先発出場し、開幕から4試合連続で、複数安打を記録するなど、絶好調であったが、5月に入り失速。 その後は主に左の代打として起用された。8月半ばに登録を抹消されるとその後の一軍、出場はなかった。10月1日に戦力外通告を受ける。守備では無失策を記録し、持ち味は発揮していた。2009年は2度目のメジャーリーグ挑戦を目指し、3月にコロラドロッキーズのトライアウトを受けるが、不合格。4月14日に、 現役引退を発表。引退後は野球評論家として J スポーツで解説を務めた。2011年から2016年はフルス巨人の二軍外野守備総類コーチ。2017年からは二軍打撃コーチを務めている。2018年をもって対談。2019年からは西部オービーとしてフジテレビ2とテレタマの野球解説者に復帰した。2020年からは 西部の一軍外野守備総類コーチを務める。この他にも、古巣埼玉西武ライオンズの社会貢献活動、あるいは講演活動に協力し、埼玉県内の小中学校で自身の経験をもとにした講演等を行っている。西部時代は、総攻守揃った選手として3度のリーグ優勝を経験し、レギュラーの右翼手だった頃は右翼手でありながら、 中堅守よりも多くの打球を処理していた。2013年5月25日に、セ査サは両に破られるまでは、パリーグの外野手の連続無失策記録を保持していた。盗塁は2桁を超える年が多かったが、盗塁差しも多かった。特に2002年は、リーグ最多である。西武時代、西武ライオンズ球場が、ドーム化され西武ドームとなるのに合わせ、各選手が、 打席に入る際やイニング間の投球練習の間に流すテーマ曲を決めることになった。尾関はレッツゴー。ライオンズ内でファンからテーマ曲のアイデアを公募し、その結果テレビドラマ太陽に吠えろ。で劇中曲として使われたジーパンケージのテーマを使用することを決めた。ところがある時期から一部の西部ファンが尾関が打席に入る際、 場内で流れる同曲のリズムに合わせて、尾関コールを入れるようになり、これが後にホームのみならずビジターゲームでも応援団がトランペットで演奏するようにまでなった。尾関は巨人遺跡後も、同曲をテーマ曲に選曲。ファン、応援団による尾関コールも、西部時代同様に行われた。しかし巨人に在籍した2年間は、出場機会に恵まれず、 特に2007年シーズンは出場がわずか5試合。東京ドームで同局が流れたのはわずか2回だけであった。12球団合同トライアウトを経て横浜へ移籍。ここでも尾関は自分のテーマ曲として定着しているし、あの曲で横浜を盛り上げたいと再び同局をテーマ曲に選んだ。2009年には西武、星秀和が 尾関本人に直接許可をもらって使用していた。西部時代、背番号、守備位置が同じだった一郎と比較されるのを嫌ったために背番号を51から31へ変更した。尾関自身が、かつて背番号31をつけていた、掛布正幸と前田智則を好きな選手として挙げていることも、その理由の一つである。巨人に移籍した2006年は、 背番号49だったが、2007年に、再び愛着ある背番号31へ変更した。ありがとうございます。